相対音感のトレーニングです。イニサヨゴロナスマデエセで表示します。基準音と問題音との音程で判断しましょう。この動画では小音を 523Hz に設定しています。動画では順番が決まっていますので50問用意しました。始めます。